まだまっすぐに見てもらって、はい、ここら辺道は分かんないです。もうここね、高宮町まで戻ってきた、戻ってきたんですよね。いや、もうそっちはあの8号線ですからね。はい。でもうちょっとまっすぐ行ってから後で左に曲がるんで。はい。はい、どうぞ。ここずっとまっすぐ行って踏切渡るんですよ。うん。南鉄道の踏切ですか。ね、多分そうでしょうね。タイヤのブリヂストンやったかな、なんかでかいあの工場があるような、うん、その方も、うん、なんか落ちてません、あれ落ちてます、うん、カラー袋やったですね。で、あそこ踏切停止で、止まるとこちゃんと見てくださいね。止まるところ、止まるところ、止まるところ。そう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 。止まるとこね。それと行くところね。止まって行くところですよ。止まってパッて青になって行け、はいどうぞ出ましたね。止まってパッて行きやすいところに止まる。はなんかこうやりやすいですね。うん、でずっとです。で後ろから車どうですかね。工事してますね、はい、赤旗なんで止まっ、うん、連続して、うん、そうもうちょっと右にそうならこうスタートってこうおいでって言われた時にさってこう行きやすいんですね、はい、ここはブリヂストンの中ね、うん、どんどん車が来てて、なんか赤旗持ってる、赤旗白旗持ってる人と、はい、赤いなんか人参みたいな棒、ピカが光る棒を持ってる人が、はいはい、だから大体見てたら2種類ぐらいあるんですよね、はい、赤旗白旗の場合は赤旗がおあの止まってっていうことで、はい、白旗がおいでっていうような感じですよね。でそのこう棒1本だけやってる人は、はい、風こっちに向いて風さはったら止まってっていうことですね、はい、で横になんか振ったはったら行っていいよみたいな、うん、そういう意味ですね。どっちかというと僕は旗の方が分かりやすいかなと思うんですけどね、うんうん、自動車学校だと手信号みたいな、あ手信号ね、実際あるんですか。たまにごくまれ去年僕見なかったんじゃないですか、多分去年一昨年は見たかもしれない、ね、はいどうぞ高さん手信号ね、うん、あれもう正面と背中見えてたらとりあえず赤みたいな感じですよね、うん、結構ねビビッとこう、まあ、今とちょっと車体揺れてるかな、うん、まっすぐねまたクッとこう切ってるから、うん、なんか車体がこうやっぱりこう滑らかにするなってこうねうん、前のバイクの人は曲がらはったんで、うん、いや、その曲がらないですよ、うちは、うん、曲がらはったんでって言うて、うん、で、ずっとまだまっすぐ行っちゃってます、うん、うちはもうどん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 すごいまっすぐです、うん、はい、もうそこは高宮町の交差点に出るんで、うん、まだまだもう
八王子線渡ってもうまだずっとなんですよ。この車は多分これぐらいの坂やったら下がんないんですよね。ちょっとブレーキ離してみてもらっていいですか。下がらへんでしょ、はい、ちょびっとアクセル踏んでみて進むでしょ、はい、ブレーキ踏むでしょ、止まるでしょ、はい、離して出すでしょ、下がんないんです。あ、下がって軽自動車は下がるかも。あ、そうですか、はい、で、まっすぐです。でまだまだここでやっとます、8号線のところに合流するわけですね。うちはまっすぐなんで直進方向行けるように、うん、でこれで高見野町に到着と。